ロベルト・コッホ・コッホの原則とは、ドイツの細菌学者、ロベルト・コッホがまとめた、感染症の病原体を特定する際の指針の一つ。コッホの原則の原理は、ある一定の病気には一定の微生物が見出される、ことその微生物を分離できること分離した、微生物を感受性のある動物に感染させて、同じ病気を起こせることそしてその病巣部から、 同じ微生物が分離されることの4点からなり、コフホの4原則とも呼ばれている。ただし、コフホの原則は、その解釈の違いや口述する変での原則との混同から、いくつかのバリエーションも広まっている。その多くは、コフホの3原則として記載される。代表的なバリエーションとしては、以下のものがある。微生物学の専門書でも、出版時期などによって、 これらのバリエーションの一つが記載されている場合がある。ヘンレの原則とは、コッホがゲッティンゲン大学の学生であった当時、組織学教授として教弁をとっていたヤーコップヘンレが1840年に発表したもので、コッホの原則の原案に相当する。ヘンレは、ある微生物が特定の病気の原因であることを証明するためには、 以下の三つの条件を満たす必要があると考えた。ある一定の病気には一定の微生物が見出されることその微生物を分離できること分離した微生物を感受性のある動物に感染させて同じ病気を起こせることこの三つをヘンレの原則あるいはヘンレの三原則と呼び、コッホの原則はこれに四つ目の条件を付加したものである。 ヘンレがこの原則を発表した当時、すでにいくつかの病気については、病相部に特定の微生物が存在することが見出されていたものの、当時の技術では、その微生物を単独で分離することが不可能であった。ため二つ目以降の条件をお満足させることはできなかった。その後、固形培地による細菌の順培養技術の確立など、研究技術の進歩により、 1876年に、コッホは初めて炭素菌の分離及び順培用に成功した。さらに、それを動物に摂取して炭素を起こせること、その病相部から再び炭素菌が分離できることを明らかにした。これが単なる現象論のみでなく、科学的な実証実験によって病気と病原体との因果関係を証明した最初の報告である。コッホは以後、 同じ方法論で結核菌やコレラ菌を発見し、変例の原則は、コッホの原則に取り込まれて病原体の同定法として確立されることになる。これ以降、数多くの病原体がコッホの原則に則っ,って発見され、医学微生物学は急激な進歩を遂げた。微生物学の進歩に伴って、コッホの原則では証明できない感染症の存在も明らかになった。 人に病気を起こす病原微生物が必ずしも実験動物でも病気を起こすとは限らない。子宮頸癌におけるヒトパピローマウイルスのように必ずしもすべての臨床例で病原体が検出されない場合がある日より未感染のようにその微生物が存在しても必ずしも発病しない場合がある。このため現在は国宝の原則をすべて満たす。 病原体が見つかることの方がかえって稀である。しかしながら、SARS が初めて出現した時、猿を使った感染実験によって、もう一つの病原体候補であったメタニュムモイルスではなく新種のコロナウイルスが、SARS の病原体であることが証明されており、今日においても、コほホの原則が病原体同定に重要な意味を持つことには変わりがない。ありがとうございます。